歌川広重、東海道五十三次、舞坂地理院地図 Google マップ、舞坂宿舞坂塾で、正式名、舞坂塾である。東海道五十三次の江戸、日本橋から数えて30番目の宿場町で、旧国は、東東海国にある。現在の静岡県浜松市西区舞坂町に、相当する。舞坂塾は、東海道に設置され、 浜名湖東岸の今切り口に面した標高約3メートル前後の低地に立地していた。北には新川があり、西側に浜名湖に面し、南に遠州などがある。現在の静岡県浜松市西区舞坂町舞坂に相当する。なお、旧来江戸時代の地名は舞坂であったが、現在は舞坂である。明王地震及び、 浜名湖も山椒明王地震により消滅した浜名湖の陸地中世、遠州灘では、明王8年8月25日に明王地震が起こり、遠州灘沿岸は大津波に襲われた。浜名湖開港部は沈下し、今切れ口が決壊して海水が湖に流入し、塩水湖となった。明王7年8月の地震津波以前の湖王の江津によると前坂と荒井は陸続きで、 前坂は当時、前沢と呼ばれていたという、宝永地震及び、新宿も参照演習などでは、中世から江戸時代に地震津波被害を受けており、前坂でも津波の被害があった。元禄十二年には、高潮被害により、前坂塾の対岸にある新居石所が大破され、荒井塾では約百二十件が流出した。また、元禄十四年に、 津波のため対岸の関所は移転している。法営4年に法営地震が起こり、地震と津波のため被害を受けた。対岸の新軸でも、家屋855軒が浸水、倒壊し、都線は大きな被害を受けた。津波被害により、今切れ口の復興と今切れ関所の流出と移転によって、前坂塾と荒井塾を結ぶ航路であった、今切れの私の航路が延長した。 延長により渡航が不便になったため、東海道の利用を避け本坂2に回避した。法営地震から1年以上経過した後も、東海道に利用者は戻らず復興もままならないことから、法営6年3月に舞坂塾をはじめ、浜松、新居、白須賀、二川、吉田の六宿は、公的旅行では東海道を利用するよう嘆願書が出された。 10年後の強行2年11月になり、本坂2の通行砂流となった。新居石所と浜名湖周辺の東海道、新宿及び新居石所も三省明王8年8月25日に明王地震が起こり、遠州なら沿岸は津波に襲われた。津波により浜名湖開口部が沈下し、今切れ口が決壊して、湖に海水が流入し、浜名湖は塩水湖となった。 そのため、浜名湖の今、切り口を通過するため、前坂新居間を結ぶ都線である今切れの私が置かれていた。前坂から対岸の新居との間は約6キロ離れていたが、法永4年の法永地震の津波被害により、今切れ口の復興と対岸の荒いにあった、今切れ関所が西へ移転されたことによって、前坂塾と荒井塾を結ぶ航路であった。 今切れの私が27丁から一里の延長となった。前坂塾には浜名湖今切れ口の今切れ渡し船場があった。船着き場には階段状の構造物である岩木があった。明暦3年から漢文元年にかけて構築されたという船着き場は3区分され、北岩木が大名用、中岩木が武家用、南岩木が庶民用また荷物の積み下ろしに使用されていた。 前坂では、ガンギを、ガンギと読まず、ガンゲ呼ばれていた。前坂塾は、浜名湖と、遠州灘が、今切れ渡しでつながる開口部にあった。こうした地形を、自然の要害と考えた。徳川家康は、慶長5年に、対岸の新居の都線上に、今切れ関所を設置して、入り鉄砲と、デオナを水際で厳しく取り締まることにした。今切れ関所は、東海道の通過だけでなく、 今切れ校の検閲も兼ねていた。舞坂宿北岩儀、西町城野党、舞坂宿脇本陣中町城野党、松並木が残る。舞坂宿脇本陣は、天保年間に設置された脇本陣名画屋で、現在は、浜松市の保有、改築されていたおもやなどを復元して公開。旧東海道では、唯一の脇本陣の遺構である。舞坂宿北岩木は、 岩木構造の船着き場である。その他、三つ石垣、本岩木跡、と、私にバーと、一里塚がある。東海道浜松塾舞坂塾西宿もより駅、JR 東海道本線弁天等駅、舞坂駅駐車区出店。ありがとうございます。